はい、今回は愛知県長久手市の金荒川緑地を散歩します。金荒川はこの長久手市から名古屋市まで流れていて、名古屋の方ではサイクリングコースが設けられているので、どちらかといえば名古屋の方を紹介した方が良いのかもしれませんが、そことこことは残念ながらコースがつながっておらず、こっちの方がマイナーな気がするので、マイナー好きとしてはまずはこっちの方の紹介をしたいと思います。はい、金荒川沿いに出ましたね。でもまだここは一般道です。なんか新しい道を作ろうとしてますね。右に見えてきたのはアグリン村という地元農産物の直売施設です。そしてこの道を越えたところから金荒川緑地が始まります。結構交通量多い道だけどタイミングよく渡れた。でここから始まります。行ってみましょう。いやあ、今日は天気がいまいちですな。ここはサイクリングコースというわけではありませんから、路面も自転車向けって感じではないですね。ベンチが設けられてますね。晴れていれば周りの緑がもうちょっと綺麗に見えるのにな。川ももう少し見えるといいね。ここにもベンチあるけど、残念ながら木陰にはないんだね。車道と交差する。交通量の少ない道でいい感じ。ここは狭いね。ここも交通量少なくていいね。
でもここ左右に柵がある上道幅も狭いので歩行者とすれ違うときは注意が必要だね。やっぱりベンチは木陰には設置されてないんだね。青空が恋しい。お、ここのベンチは木陰にある。休憩するならここが良さそうだ。前方にモリコロパークの観覧車が見えてきた。そう、この道は以前東名名古屋インターチェンジからモリコロパークの動画で通った道と交差するんですよ。イケアも見えてきたでしょ。次に交差する車道は交通量が多そうだな。イケアができる前はそうでもなかったんだけどね。あ、でもちょうど車が途切れてる。ラッキー。ここまで来ると川の方もきれいに整備されてる感じ。はい、では今回はここまでとさせていただきます。前方にはリニモの駅も見えてきたね。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。